先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に。先生。
蘇った猫は強い柱になる。
ここでは幽魂の儀式が行われている。それは死者と聖女を一つにする儀式。弔い写真はかつての絵馬の代わり、まれびとはこの弔い写真を見て惹かれた巫女と契りを結び、そして同じ箱へと入れられる。巫女たちは次止まっているのか。とこしえ花嫁となること。you
いらっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。 Thank you.
来てくれた。やっと来てくれた。こっちこっち。
私は兄さんを救いたかった、取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのかも。戻ったまま時間を止めてしまいたかった。私には隔離所に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない。誰も。ずっとどうしてと思っていた。でも、もういい。いいの。お願い。ええ、どこにも行かないわ。
あなたはここへやってきた。黒き沢に。もう迷わなくてもいい。黄泉へ落ちましょう。私がついえる前に。再び黄泉が溢れる前に。
Ha ha ha!
あの言葉は私には強すぎた。あの言葉は呪いです。あの人と共に死ぬのではなく共に生きたかった。ようやく呪いが解けた気がする。だから私だけで行きます。流れの果てに。あなたが私を看取ってくれた。あなたに最後の感情を託せた。あなたに会えてよかった。Yeah.
まだ寝てろ。もう少し休んだ方がいい。なんだよ、どこにも行かないって。信用ないな。
深山に黒き沢ありにし、あるいはこの世に。
先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に。Thank you.
ここでは有婚の儀式が行われていた。それは死者と聖女を一つにする儀式。弔い写真はかつてのエマの代わり。まれびとはこの弔い写真を見て、惹かれた巫女と契りを結び、そして同じ箱へと入れられる。巫女たちはずっと待っているのか。とこしえに花嫁と。会いたかった。会えないと思っていた。
私と終わってくれるのですね。あなたと終わるためにここに来た。好きだ。心を読めばそんなことはわかる。でも言ってほしかった。共に生きたかった。それが私の本当の望み。言いたかった。やっと言えた。これでもう。私は兄さんを救いたかった。取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのかも。戻ったまま時間を止めてしまいたかった。私には隔離世に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない。誰も。ずっとどうしてと思っていた。でも、もういい。いいの。行かないで、お願い。ええ、特
こにも行かないわ。もう迷わなくてもいい。Yeah.
瞳はまた明日の空を探すのだろう。私の愛しい人はもう二度と見上げることもない。月明かり
Thank you.
先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に。先生、行ってしまうのですね。